はい、どうもこんにちは、ホテルズの鳥居健介と吉谷です。お願いします。お願いします。はい、はい、今日はアワーレガシー。アワーレガシーですね。23年秋冬ルック見てみた。はい、それこそね、うん、僕たちアワレガシー特集っていう動画も撮らせていただくぐらい、はい、本当アワレガシーが好きな僕たち2人なんですけど、うん、ここら辺出てると思うんで、まあ、ぜひ見ていただきたいですね、うん、今回23エダブアワレガシーどうでした？いや、かっこよかったよ。だよね。ただ今回は、うん、その23年秋冬だけじゃなくて、うん、ちょっと遡って、はい、まあ、自分たちの好きなルックであったりとか、うん、かっこいいよねってあるあのルックを紹介しながらちょっと見ていこうかなって思っております。そうだね、うん、僕たちアワレガシーすごく好きで、うん、多分最初18年とかからかな、うんうん、見てきているブランドなので、まあ、かれこれ8シーズンとかね、うん、見てるのかな、8シーズン、うん、10シーズンって見てきてるので、うん、まあ、結構好きなんですよ本当に、うん、多分他の YouTuber さんより好きなんですよ、うん、っていうこともあって紹介させていただきたくて、うん、まあ、そのヨシアも言ったけど、まあ、ルック23選ぶだけだと正直ない、うん、ルック見て何か言うって結構難しいよ、うん、だからあの時のあれ好きだったよねっていう回想シーンもありながら、うん、まあ、アワレガシーのこういう空気感好きだよねっていう、なんかその言語化の難しいところを軽く言語化できたらね、うん、うん、そこまでね、そのプロじゃないんで、うん、言語化っていうのってすごく難しいと思うんだけど、うんうんうん、まあ、ご紹介できたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。僕はあの20年うん、のシーズンから見てるんだけど、20年秋冬のルックで好きなのがあって、コートのコーディネート、ダッフルコート、僕これずっと探してるって多分動画でも何回か言ってたんだけど、そうだね、やっとこの前ちょっと二次流通で見つけて買ってきたんで、うん、まあ、再確認の意味も込めてやっぱこのシーズンは好きだったなと思って。それでいくらがした？二次流通で。で、5万ぐらい。あ、プロパーはいくらなんだろう、多分そんなにしなかったのかな、うん、でも今年も出てて、うん、多分オリーブみたいな色味で、はいはいはい、それ多分10万ぐらいだったんだけど、うん、僕こっちのちょっとキャメルっぽいような、うん、ベージュっぽいような色が好きで、夏場がすごい黒が多かったから、待って言った、夏場夏場、夏場で方言かなと思って夏場半袖が多かったけど、違う黒が多かったから秋も、うん、ブラウン系とかベージュ系とかをやっぱこうおしゃれに着たらかっこいいなと思って。そうだね、そう、最近だからちょっとこう、うん、まあ、ブラウン系焦点合わせて買ってるんですけど、うん、まあ、これしか買ってないんですけど、なれ、そう、あの時も欲しかったなと思いながら、うん、やっと手に入れたんで、まあ、それはなんか別のタイミングで紹介できたらなと思うんですけど、はい、続いてがこれ、うん、このアワレガシのハンティングジャケットを使ったコーディネート、うん、このジャケットもすごい欲しくて、まあ、これ言ったらアウターなんだけど、うん、つるっとした多分素材感の生地に襟だけあのレザー使われてて、うん、いいね、これ結構アワレガシ多分この形やってて、うん、毎回ちょっと襟部分だけこうレザーに切り替わってたり、うん、やってるね、確かに。そうこれもあのアウターっぽいのが欲しかったから、ちょっと春とか秋口に使える軽く羽織えるシャツジャケットみたいなのが欲しいから、これはもうずっと探してるんだけどまだ見つからないっていう、いまだに好きなあのアイテムだなと思って、うん、まだ探しております。こんな感じの僕20年ですね。20年。実はね、俺そんなに遡ってなくて。あ、本当に？僕 22AW23SS ぐらいしか遡ってない。おお、僕21も1個だけあった。21もいっちゃおう。21ちょっと、あ、ごめんなさい、連続で。全然。あとこれ、うん、このルックは好きだったですね。レザーセットに、まあ、レザーじゃなくてもいいんですけど、うん、まあ、いわゆるちょっとこう、まあ、アウターショートアウターみたいなのにあのモヘアのカーディガン羽織るみたいな。いいね、アウターの上にカーディガンってなかなか、そう、さあ結構近年のファッションだと多いけどさ、うん、このルックとかでやるブランドってあんまりイメージなかったよね。そうだね、うん、でもなんかこのルック見てそれをやった人多いんじゃないかなって。多いと思う。ジージャンの上にカーディガン着たりとか結構流行ったよね。うん、うん、なんか多いんじゃないかなと思って、これはちょっと開けさせていただきました。はい、22AW いいっすか？どうぞ。 22AW 一緒やないか。これやっぱ超かっこいいよね。この空気感はやっぱめちゃくちゃかっこいいよ。半端じゃなくかっこよかったね。ちょっとルーズなタートルネックにデニム腰で履いて、うん、アウターは何持ってるのか分かんないけど、まあ、レザーっぽいのかな、まあ、アウター持って腰にチェーンかけてっていう、うん、なんだろう、このアワレガシーってさ、やっぱりこの人気があるのってストリートっていうほど、うん、ストリートじゃないんだけど、アワレガシーっていうその北欧のイメージにすごいぴったりかなと思って、うん、リアルクロージングっていうとなんか難しいんだけど、うん、
そのなんか日常着っぽいブランドでやってこういうコレクションとかランウェイやるブランドすごい少ないじゃん、うん、だからどっちかというとやっぱスタイリング自体がさちょっと日常とかけ離れた空気感っていうのを出すんだけど、アリガシってすごい日常着のかっこよさそのままやってくれてるからさ、めちゃくちゃわかる。だから着やすいよね僕らも、ね、まあ、ぶっちゃけそのいい意味でなのか悪い意味なのかわかんないけど、そのコレクション自体にそのお金をそこまでかけてないと思うの。うん、うん、演出だったりとかも多分そこまで他のブランドの方が多分すごいかけてるかなとも思うし、うんうんうん、あとまあアオレガシってなんかどっかの傘下に入ってるブランドじゃないから、うん、まあすごい好きなクリエーションができてるっていうのもすごい魅力的なのかなと思って、うん、このスタイリングはめちゃくちゃ好きかな、うん、このパンツはあれでもねプリントのやつだよね。デジタルプリントで多分やつですね、うん、コージロイも、うん、細めのコージロイに多分デニムのそうだねプリントがされてる、あれはマジかっけ、うん、まあ、あとこの辺りが僕好きだったね。あ、ボンバー、ボンバー、あの、うん、ファー付きのそうだねボンバーにカーゴパンツみたいな、そのオーディオカーゴ、ステレオカーゴみたいな、あれはそれやっぱかっこいい、ね、あれやっぱかっこいい、超人気だったんじゃん、だと思うね、うん、これめちゃくちゃ人気そう、夏場も使えるし、うん、あともう一個がこのニットのコーディネート、あ、いいね、それかっこいいね、ルーズな感じ、ルーズな感じなんだけどストリートに寄りすぎないみたいな、うん、言葉合ってるかわかんないけどちょうどいい、うん、抜け感じゃないけど、まあそうだね、リラックス感っていうか、うん、けどやっぱ品のある、うん、このブルーとグレーの合わせかっこいいなと思ってこれ選びましたね。僕は 23SS、うん、最新のルックになるんですけど、このちょっとナイロンっぽいね薄い生地のちょっとセットアップかな、ダブルの、そうこれめちゃくちゃかっこいいなと思って、三つボタンダブルで、うん、結構ピークドラペルで 5G も結構上目のジャケットなんだけど、うん、なんかね、まあ、ちょっと写真見る感じ、まあ、コットンなのかナイロンなのかってのちょっと分かりづらいんだけど、うん、この形でナイロンだってもいいし、うん、コットンの薄い生地でもかっこいいなと思って、確かにだからリネンとかだったらちょっとアオレガシじゃなくてもいいのかなと思うんだけど、うん、だからこのやぼったさがダブルジャケットに出るこの感じがめちゃくちゃおしゃれかなと思って、うん、このルックのロン毛の感じも合うし、まあ、腕にヘルメット持ってるのはちょっとよく僕には解説できないんですけどまあでも結構流行ってるじゃん、うん、なんかヘルメット使ったルックとかさ、うん、まあいろいろ最近すごく見るような気がするから、ちょっとテックっぽいブランドとかでも、うん、まあなんかいろいろそういうのもあってアオレガシやっぱ面白いなと思う、うん、23年春夏、うん、このパキッとした色味の2コーデが、うん、結構目を引いちゃいましたね。あ、ちょっとエルメスオレンジのやつだね。エルメスオレンジのやつ、それかっこいいよね。これかっこいいんだよね。パーカーとかもあるし、多分コートとかもあったのかな、うん、あった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 、それかっこいいね。多分この下線使った感じで、うん、なんか今っぽいような、うん、テック系の、多分これリブとかもしっかりあるから、それかっこいいね、溜まりすぎずに、うん、フルジップで、これちょっと春アウターとしてはなんか狙っていきたいなと思うような。よし、でもオレンジ着ちゃうんだ。着ちゃう。おお。もう全然もうなんかあの色物着たいなみたいな。逆に今はね。そう、なんか黒を買いすぎたっていうか、黒しか買ってなかったから、ちょっと色物も欲しいんですよね。ただ、うん、結局飽きちゃうんだけど、うん、やっぱこうテンション上がるものが春夏はちょっと欲しくなるんで。まあね、それはわかる。うん、だからちょっとあともうこっちの青のカーディガン、多分コットンのカーディガンっぽいやつとか、ニットカーディガンっぽいやつとかもすごい綺麗だったんで、うん、あとやっぱこういうコーデが僕好きだったね、やっぱ。うん、春夏もちょっとリラックス感あるこのロンティー、うん、デニム、転写のデニムみたいな。今季ちょっと転写のデジタルプリントのデニムが一個欲しいなと思って。ぶっちゃけやってるブランドないからもうアワレガシかな。アワレガシかなと思って。うん、28インチ。28インチが欲しいですね。みんな多分28インチなんじゃないかなって。そうだね、日本の体型だったら大体28か30でいいんじゃない。でもなんかヨシアがルーズで履くんだったら30で履いてもかっこよさそうだけどね。30も僕平置きで測ったんだけど、うん、83、2、3ぐらいあったんで、うん、ちょっと太すぎたっすね、うん、やっぱ30で履いてもウエスト部分が汚くなっちゃったんで、あ、詰めるのもなと思って、デニムあんま詰めたくないなと思ったから、ね、うん、あともう一個これですね、アースカラーっぽいやつ、カーコートみたいなね、カーコートみたいなやつにニットにデニム、うん、このデニムもかっこよさそうなんですよ。いい、ね、ちょっとこうちょっと汚れた加工みたいなのしてて、うんうんうん、この辺のデニムもかっこいいなと思ったんで、やっぱ結局デニムが僕好きかもしれないですね、楽に着れるっていうのもあって、うん、哀れよし、やっぱいいね、哀れよし、この辺はやっぱすごいかっこよかったなって。この辺で僕はもうあの春夏は終了です。長かったね。長かったね。哀れがし愛がすごいですよ、ヨシア。この辺やっぱ好きっすね。うん、じゃあ、やっと 23AW 入りますか。うん。じゃあ、お互いの、うん、
まあ、何個紹介するかまだお互いに見せてないけど、うん、好きなルックから紹介していこうよ。僕もうダントツでこれがあるっすね。いや、せーの。おー、ずれたね。ずれたね。僕のは先に紹介すると、うん、ブラウンのレザージャケット、うん、マルジェラの四つタグみたいな、デーモンジャケットみたいな名前ですよね。あ、そうなんだ。あ、ちょっと前のシーズンでも黒で出てたよね、リュック確か、うん、このレザーの感じとマフラーレッドで、うん、インナー黒でピンクのコーデュロイパンツっていうね、この色合いのおしゃれさ半端ないと思って、うん、まあ、ちょっとアジアっぽいこの顔のモデルの人もすごい似合ってるし、うん、このレザーだったら俺もなんかやらしくなく着れるんじゃないかなと思って、うん、ブラウンだし、うん、なんかレザー結構見に行ってて最近、なんかそういうカーコートっぽいので探したりとか、スポーツジャケットっていうのかな、うん、レザーのちょっとタイトなやつも探すんだけど、うん、あんまりしっくりくるやつなかったから、うん、これはめちゃくちゃかっこよくていいのかなと思って、かっこいいな、うん、僕のベストでした、うん、僕完全にこれアイテムで見ちゃったかもしれない、うん、もうこのシャツのコーディネート、うん、このシャツはもう狙ってて、うん、秋冬絶対買おうと思ってて、それはボロードシャツかな、いやボローズじゃなかったと思います。あ、そうなんだ。アボブシャツ、うん、そんなに多分ボロードシャツよりも大きくないと思う。そうだね、アボブシャツの方がサイズ感はかっこいいかな。うん、この配色が好きで、いいね。そう、ブラウンとかこうキャメルっぽいのに青いラインが入ってるチェックで、うん、これ多分絶対買いますね僕。よくないけど、うん、ウェルズボナーっぽい。確かに勝手にちょっとそんなこと言うのは申し訳ない。確かに。でも多分これ上に羽織ってるのが、うん、あのちょっとモヘアとか起毛感のあるフーディーだと思うんですよ、うん、フーディーなのかな、フーディーなんだ、まあ、こんな着方はしないですけど、うん、まあ、こういうあの単品として、うん、これはもうかっこいいなと思って、いいね、はい、選びました。じゃあ2つ目いきますか。はい、せーの。ずれた。2つ目もずれました。ずれたね。僕はこのセットアップに起毛感のあるねファジーバッグみたいな、うん、ちょっと派手なバッグを持って、でもちゃんとインナーはねシャツを着てるようなスタイリングです。うん、なんかこのアオレガシーのスーチングってで毎回リュックで一つぐらいあるような気がするんだけど、うん、組織あんまり俺刺さるものがなくて、うん、変な画像見んなお前変な画像ってね、そう、あんまイメージいいのなかったっていうのが正直の僕の本音だったんだけど、うん、まあ、今回のこのスタイリングはめちゃくちゃセットアップのこのかっこよさが伝わって、3つボタンかなの段替わりジャケットの結構ラペル幅も薄い、うん、なんかそれこそ最近スーツを着るからこそなんかちょっとラフに着れるジャケットも欲しいなと思うし、うん、でところでちょっとこれは注目しました。はい、で続いてPコート使ったコーディネート、それもかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいい、うん、確かにPコート今ちょっとショート丈のミドル丈くらいの多分気分な人多いと思うんですけど、うん、多分次の秋冬もこういうの気分なのかなと思って。そうだね、それかっこいいね。でも結構フーディーもコートのインナーで着たりするんですけど、うん、コットンじゃなくて、うん、ちょっと起毛感あるフーディーとか合わせて、うん、この綺麗なPコート合わせてるのがめちゃくちゃかっこいいなと思って。確かにね、あんまり多分被らないというか、うん、まあ、一般的なこう多分フーディーにコートって合わせだと思うんですけど、うん、そこをちょっと素材感変えてやってるのがめちゃくちゃかっこいいなと思って、これは選びました。じゃあ最後にしますか。3スタイル最後か。せーの。はい、また合わん。全然合わないっすね。今回なんか珍しいね、ヨシアとこう、うん、結構服の趣味合うからさ、うん、結構ここまでずれるのが珍しい。確かに。僕はちょっとこのアイボリーカラーのセットアップ、うん、あ、それかっこよかったわ、うん、なんかインナーこれなんかね黒のニットなのかな、ハイゲージの、うん、でこのベージュのバッグ、うん、まずこのベージュのバッグ反則的にかっこいいっていうのと、確かにかっこいいよね、うん、あとねなんか俺アオレガシってさあんまジップブルゾンのイメージないんだよ。もうボタンとかさ多くない、アウターって。確かに。そうだから、まあ MA1 とかレザーとかそういうのはまああるんだけど、うん、こういうブルゾンであんまり俺ジップブルゾンというイメージなくて、うん、だそのなんかただの本当シンプルなドリズラっぽい形っていうのもすごくいいなとも思ったし、うん、かといってなんかアオレガシーってさなんか色合いがおしゃれなんだよね。アイボリーにベージュ合わせるとかさ、さっきのブラウンにピンク合わせるとかさ、うん、なんかちょっとその同系色の色合いで濃淡でなんか合わせるスタイリング、うん、めちゃくちゃかっこいいと思って。独特だよね。そう、このスタイリング自体がすごく気に入って、うん、なんかこういう服持ってたら俺も休みの日土日遊びに行きたいなと思うから本当にね、なんかアオレガシー見てるだけで幸せになれましたね。うん、うん、
で僕ですね、はい、続いてこのミリタリーっぽいコーディネートですね、うん、デッキジャケットみたいな感じかな。デッキジャケットのこの、うん、ボアブルゾンみたいなやつで、うん、ショート丈のアウターにさっき多分紹介したカーゴパンツ合わせて、うんうん、まあ、こういうスタイリング僕あんまりしないんで、はいはいはい、なんかこういう男臭いのもアワーレガシーでやったらかっこいいんだろうな、うん、似合えるんだろうなって、うん、これはちょっとチャレンジしたいな。そうだね、うん、このアウターもかっこいいしマフラーもかっこいいし、なんか今回の 23AW のルックなんか結構レイヤードすごいよね。レイヤードがすごい、アワーレガシーのルック、なんかショーツ丈のアウターにシャツとかニットとかこうレイヤードさせたり、あとなんかショーツとブーツの合わせとかかな、うん、まあ、なんか今まであんまりアワーレガシーって俺そんなイメージあんまなかったから、レイヤードゴリゴリ効かせますみたいな、うん、だからそれもなんか今シーズンすごく良かったのと、なんといっても毎回このアワレガシってルック見やすいからさ、やっぱり服好きな人って、うん、ルック見て買うことも多いじゃん、はいはいはい、でもコレクションブランドってルックでの分かりやすさってよりアート的な表現じゃん。確かに、まあ、もちろんアワレガシにもそのアート的な表現はあると思うんだけど、うん、一消費者からしてさ、ああいう分かりやすいルックってやっぱ見やすくてさ、購買意欲も上がるから上がる、まあ、ブランディングがやっぱ素晴らしいんだよね。うん、アワレガシーはデザイナーもかっけーし、でもあれ服飾出身じゃないっていうのがまたすげー、アーティストだったかな、ヨックムハリンだっけ、ヨックムハリン、うん、なんとかグルーガーとか、うん、まあ、ちょっと全部名前は覚えてないけど、うん、って感じですかね。そう感じだね。そしてやっぱアワレガシーは最高なブランドでしたという動画になってます。いろいろ紹介しちゃったんですけどね、うん、かっこいいのはやっぱ多いなって、うん、今見てもそうだね。まだ俺ら 23SS ドメスティック編とか、まあ、撮ってないから、うん、まあ、そろそろ撮ってちょっと僕たちのね、うん、まあ、まだ寒いんだけど購買意欲を上げていこうかなと思っております。はい、ということでじゃあ今回の動画終わりますか。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。ということでホテルズの鳥居圭介と石田でした。ありがとうございます。You're a little bit of 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 a little bit